中集合を完了し、純白のスモークを引きながら進入してまいります。まずは着陸艇を点灯させてのご挨拶、ダイヤモンド30ローパルです。
横断機によるキューピッドでした。続いての科目はシングルクローザーレバーのアウェイが来始めました。ダイヤモンド体験に変化します。改造左手方向をご覧ください。ロッキーはスモークが切れるタイミングに合わせて全機が一斉に横転を行います。さあ綺麗に決まるでしょうか。レディーレッツ。見事綺麗に次はそれぞれ滑走路上で急上昇に移り、左右に急上昇していった2機は間髪を入れずに急降下に移り、再び会場正面に戻ってまいります。そして高度約100メートルの低高度ハイブリッドで出発します。